ファトはアメリカ合衆国のプロレスラー。カリフォルニア州サンフランシスコ出身。現在はジミー・ウソのリングネームで WWE にて活動している。父は歴史のリングネームで有名なソロファ・ファトゥ。双子の弟は WWE で共に活動している J ・ウソことジョジュア・ファトゥ。2007年 WXW にて 双子の弟のジョシュア・ファットと共にプロレスラーとしてデビュー。2009年、ジョシュアと共に WWE とディベロップメント契約。参加団体の FCW にて、ジミー・ウーソのリングネームでデビュー。ジョシュアとのタッグチーム、ウーソズを結成して活動し、デビュー早々トップの前線に立つ活躍を見せ、デューク・ロトンドボール・ロトンドと、兄弟タッグ同士の構想を展開した。 2010年3月には、タミーナをマネージャーに加え、同じく2世レスラーのチームであるジョー・ヘニングブレッド・デビアスから FCW フロリダタッグチーム王座を奪取した。5月、WWE に昇格。24日の RAW での放送にヒールとして登場。WWE タッグ王座を保持しているハートダイナシティを襲撃し、放送を開始。 RAW においてのノンタイトルマッチでは、ハートダイナスティから勝利を奪うも、PPV である、オーバーザリミットでのタイトルマッチでは敗戦。ナイト・オブ・チャンピオンズでターモイルマッチによる、タイトルマッチに、再び挑戦。第1試合目から、ハートダイナスティと当たり、勝利。第2試合目のサンティーノ・マレラ&、ウラジミール・コズロフにも勝利を収めるが、第3試合目のマーク・ヘンリー&、 エヴァン・ボーンに敗れたため、王座をダッシュすることができずに構想は終了となった。2011年4月末の追加ドラフトにて、弟の J ・ウソと共にスマックダウンへの移籍が決定した。NXT にて、カート・ホーキンスや、タイラー・レックス等のヒールと戦い、ベビーターンし、その後もタッグ戦線で活動。2013年6月、タッグ王座を持つシールドへの挑戦権を得、 王座は奪えなかったもののマーク・ヘンリーと組むなどして、シールドと抗争。2019年2月17日、イルミネーション・チャンバー2019で、WWE スマックダウンタッグ王者チームの、ザ・ミズ・シェイン・マクマホンに挑戦。水戸のホールの取り合いになり水から、スカル・クラッシング・フィナーレをクらうも切り返して、ホールを奪い勝利。王座を体感した。サモアン・スプラッシュ・シングル・レッグ。 ボストンクラブスーパーキックフルネルソンボム相手をフルネルソンの体勢で捉えてから自ら開脚して相手をパワーボムの体勢でマットへ叩きつける。エルボーエルボースタンプバックエルボーナックパンチサモアンドロップアッパー地獄付きのように打ち込む。ドロップキックエンズイギリランニングヒッププレスコーナーに持たれた相手に対し対角線上に走り。 自分の尻で相手を押しつぶすように圧殺する技。ダブルサモアンスプラッシュ現在のフィニッシャー。ダブルスーパーキック二人同時に一人の相手に使用し、フィニッシャーとする場合もある。wwe タッグ王座、fcww, j a w s o wwew, j a w s o j a w s o ありがとうございます。